パイプネジ切り機による作業パイプネジ切り機とは水道、ガス、圧縮空気、油圧機構等の配管に使用される関用ネジのおネジを切る手動工具である。押した形とリード型の2種類がある。パイプ用のおネジは1、16のテーパネジになっている。押した形は本体に4枚のチェーザーオーブがカムプレート板の突部に換合されて1番から4番までを 順番に取り付けられており、このカムプレート糸の固定位置を変えることによって、缶のサイズに合ったネジを切ることができる。一組4枚のチェーザは、ネジの1ピッチを4等分して1、4ピッチずつずれて作られており、1から4の番号とネジの予備が刻印されている。缶用ネジは、一インチあたりの山数が、予備一八が十八山、四点三八が十九山、一 2.3、4が14山、1インチ以上は11山となっている。押した形パイプネジ切り機は4種類の予備番号があるが、一番よく使用されるのは1から1、4以下の6サイズのパイプと3種類のピッチのネジが切れる予備102である。パイプのサイズが異なっていてもピッチが同じであるネジは同じチェーザーを使用する。刃の直径方向の位置を表示されている。 サイズメモリに合わせて、チェーザーを取り付ける。ネジ切り作業は、片手で本体を簡単部に強く押し付け、もう一方の手で、ラチェットハンドルを回して、チェーザーを管に食いつかせる。この食いつかせる作業が難しく、ある程度の熟練を必要とする。缶に3山程度食いついて本体が安定したら、ハンドルを回してネジ切りを続ける。ネジ切りができた後、 変身ハンドルを徐々に操作すると、カムプレートが回転し凹凸でつながっているチェーザーは、徐々に切り上がり、ネジに段をつけることなく、管から外れる。急激に変身ハンドルを操作すると、ネジに間方向の段をつけることになり漏れの原因になるので、注意が必要である。大きいサイズのネジ切りの場合、一回の切削量を減らして、作業を楽にする方法として、 チェーザのセット位置を2段階に分けて、荒削りと仕上げネジ切りとすることもできる。リード型は、押した形よりも全体が、小型軽量にできている。刃物は2個で1組になっていて、1個の刃物2にに、陣ついている。1サイズ専用で刃についているネジ山数も、押した形に比べて、少なくなっているので、必要なネジ山を切るには深くまで刃を送る必要がある。ネジ切り後は、 刃物を交代させる機能がついていないので、本体をハンドルで逆転させて取り外す。ドライブユニットが開発され、ねじ切り機を手動で回転させる重作業がなくなったが、その後缶のねじ切り作業の切断、ねじ切り面取りの一連の作業を動力で行う、パイプマシンが開発され普及するに伴って、ねじ切り機は使用されなくなっていった。配管の技能検定での実技試験に、 使用されるぐらいとなった。中央職業能力開発協会、建築配管作業、技能士の友編集部、作業工具の使い方154ページから156ページ、2002年8月25日13版発行。株式会社イが出版。ありがとうございます。